ダービーマッチ日本のダービーマッチ神奈川ダービー、横浜ダービー横浜ダービーとは日本プロサッカーリーグに加盟し、いずれも神奈川県横浜市をホームタウンとする横浜 F マリノスと横浜 FC、横浜スポーツカルチャークラブの各クラブが対戦する試合の故障。1993年から1998年まで J リーグに加盟していた。 横浜フリューゲルスと横浜マリノスとの対戦も横浜ダービーと称されていた。これとは別に神奈川県に本拠地を置くクラブチーム同士の対戦を神奈川ダービーというダービー時の試合前後継横浜 FC ホームゲームにおけるマリノスサポーターダービー時の試合前後継マリノスホームゲームにおいて横浜 FC 側から 撮影リーグ戦カップ戦、その他2016年現在、リーグ戦での対戦こそないものの、2012年の天皇杯2回戦で、横浜 F ・マリノスと YSCC が対戦した。YSCC は公式ページで、正規の一戦、新たな横浜ダービー、との文字が入った対戦カード告知画像を掲載した。試合は4から2で、横浜 F ・マリノスが勝利した。なお、 これに勝利した横浜 F マリノスの次戦の相手は横浜 FC となった。公式戦での対戦はまだなし。PK 戦は引き分け扱い PK 戦は引き分け扱い中 V イコール V ゴール。横浜マリノス1勝2敗。横浜フリューゲルス2勝1敗中 V イコール V ゴール。ありがとうございます。